お邪魔するよー大丈夫生きてるああ冗談言える状況でもなさそうだねパジャマのままだしうずくまっちゃってだいぶしんどそうん早いねってそりゃごめん今日生理痛ひどくてデートできないかもなんて連絡来たら 心配になって飛んででくるでしょいつもはそんなひどくないのにねだよねうんお腹痛い痛いか、うん、今日はずっとそばにいるから何でも言ってねしてほしいこと何でもするようんつうか生理痛ってどんな感じなんだろう君はいつも平気そうだったからあんまり気にしてなかった ちょっと調べてみるわ下腹部痛腰痛,頭,痛吐き気食欲不振頭がボーっとするえこんないっぱいあんの君は今こんなにいっぱいのものと戦ってんの頭痛はないのかいやそれでも辛すぎるでしょうあなんか書いてある。 日常生活に支障をきたすほど生理痛がひどいことを月経困難症と言いますだってえ病気なの生理痛って病気の一つになるんだあ,あごめん不安になっちゃった俺が病気とか言っちゃったからごめんね大丈夫大丈夫よしよしとりあえずどうしたらいいか調べるね 鎮痛剤、カイロ、足浴、マッサージ、か。お薬は飲んだ飲んだか。何時頃飲んだ ?1 時間前くらい。あんまり聞かないうーん。聞いてないか。カイロあるうん。確か湯たんぽあったよね。お湯沸かしてこよう。ちょっと待ってて。 ケトルのスイッチ入れてくるんどうしたそんなうるうるした目で俺の袖掴んで一人寂しい大丈夫だよすぐ戻ってくるケトルに水入れてスイッチ入れたらすぐ戻ってくるから30秒で戻るうん数えててほらもう戻ってきた 30秒以内に戻ってきたでしょ <laughs> ちょっと手貸して。<laughs> いいから、お手を貸して。やっぱ冷たいね。足はちょっと触るよ。足やば冷たちょっと、そ欲しようよ。足は足は冷たすぎるよ。体温めなきゃ。あ、でも。 お風呂まで行くのしんどいかあお湯祝いたとりあえず湯たんぽね湯たんぽ作ってじゃあ蒸しタオル作ろうそれで手足温めようかちょっとだけ待っててねはーいお待たせその正座してうずくまってんのが楽な姿勢なのちょっと仰向けになれる横向きがいい 分かった、ゆっくり、ね、よしオッケーオッケーこれ湯たんぽねお腹に当てとこでこれおててのタオルこっちは足ねちょっと待ってねお布団濡れちゃうからビニールしこうちょっと足上げるよよいしょっとビニール敷いて蒸しタオルを置いて 足を下ろすねで足をタオルで包めばよしどうあったかいはあよかったなんか目の下くまで来てない昨日あんまり寝れなかったあ,あ夜中からつらかったのかいつでも連絡してくれていいんだよ俺が来れる時は絶対すぐ来るから。 無理な時はごめんってちゃんと言うねだから夜中だろうが平日だろうがいつでも連絡して何よりも君が大切だからさ少し寝られそうずーっと隣にいるからちょっと寝ようか背中トントンしてあげるよちゃんとパジャマ着てねはいじゃあ目つむろうか うんうん隣にいるよどこにも行かないだから安心しておやすみうんおやすみゆっくり寝なよ